どうもこんにちは、特化軍です。いつかやです。本日は質問に答えるコーナー。はい、ということで前回からね、10日ほど経ちましてね、たくさん、今回も質問いただきましたんで、それではね、質問をお答えさせていただきますよ。質問コーナーのコメント欄のみで受け付けておりますね。ぜひ今回もスクショで行かせていただきました。さあ、それではね、早速質問行かせていただきますよ。まずは1個目、オリンピックの開会式のブルーインパルス、かっこよかったですね。もしブルーインパルスのパイロットだったらタックネーム何しますか？パイロットってあだ名みたいにつけるんですよ。へー。森さんだったらパイロットだったら自分に何てつけますか？あれだね、伝説のパイロット M。 よし、じゃあ行くぞ。ちょっとかっこいいじゃねえかよ。いや、一周回ってかっこいいじゃねえか。タックネームで呼び合う、伝説のパイロット M。 おい、伝説のパイロット M、 マジでな、マジいて。ちょっとそして長い、長い。私だったらね、音速の貴公子、オノ。いや、ダッセ、いて。すいませんね、ほんとね。すいません、ほんと。オリンピックの、開会式で、自衛官が日の丸を支えていました。その袖口に矢印の刺繍が多いおじさんと一個のおじさん、人がいました。その意味合いは何でしょう？制服だね。これはね、ちなみになんですが、こう制服にこうついてるんですけど、あれは正規賞ですね、袖に。ああ、はい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 、はい。暑い夏が続きますが、自衛隊の中で夏バテ予防の対策として行っていることは何ですか？これ、ちょっとやったかもしれないですね。まあ、その子さんは塩舐めるとかって言ってましたね。ああ、私はいっぱい麦茶飲むしか、あの舞台の。いっぱい麦茶飲む。麦茶いっぱい飲む。いっぱい飯食う、いっぱい麦茶飲む。これしかやってないですけど。味噌汁飲めよ。ああ、しょっぱいのは確かにね。ミネラルと塩分。また夏対策というのは、まとめて1本でね、やりたいと思います。もしも自衛官の方が殉職されてしまった場合、妻子への保障は何かあるのですか？あります。これは年齢にもよりますけど、なるほど ね、その後ちょっと働いてたらあろうとか、まあ、階級とかもある。はい、続きまして、本気で入隊を考えています。お二人が思う自衛官のいいところ悪いところを教えてほしい。ちょっとボリュームがすごそうなんですが、過去動画もちょっとね、調べてもらって、特化軍の。そうそうね、結構言ってきたから。いっぱいあると思う。いいところ。まあ、いいところ1個。ね、ご飯いっぱい食べれる。いいよ。もうな、好きなだけ持ってくれよ。好きなだけ米。ご飯いっぱい食べれる。うん。好きなだけお茶飲めと。いいところ。うん、急な外出には対応できない。いや、もうこれしかないと思いますけどね、俺。間違いない。これだけだと思うけどね。間違いない。高校時代の同級生とか、こう電話よこしたりして、おい、仙台だとさ、ちょっとみんなで飲んでるけど来ないって言われても、言ってよーって。まあそうだよね、無理だよー、だって俺今ワックス掛けしてんだよっていうね。そうだよね、夜の6時なんて。全然田舎の方にいたけどそれでも嫌だったもん。まあ、あれなんですけどね。まあでも、どんどん階級とか上がってったり年数増えると、まあまあまあ、いずれも出やすくなるからね。はい、続きまして、38歳看護師男性、男子ですが、どうにか入隊もしくは予備士など日本のために働きたいのですが、時すでに遅しでしょうか？これ技能枠でいけんじゃないですか。あれ、そう、とか看護師予備時報いけんじゃないですか。 ね、予備時報から、あとね、一般ですよね、技能のあれがね、なので、こう防衛省のあれ調べていただいてね、あー、ホームページね。普通の入隊厳しいけど、入隊はもうできないのかと、予備時ね、技能枠ちょっと探してみてください、ね。続きまして、土日の外出時に着物で出てもいいですか？特に靴に関して下駄を履くとサンダルっぽいのですが、履いても許されるんですか？お願いします。茶道教室ですか？茶道？習い事に行きたいのかな。着物じゃない。一応多分いや違う、浅草に行こうとしてる。うるせえな。答えがまだ分かんねえんだろ。分かんねえな。一応下駄あんまりね、まあ、よろしくないですね。よろしくないんだよね。あの人によっては言われる、経営のとこでね、履き物はあんまりね、こう下駄っぽいサンダルとかね、厳しいんですよ。だから出た後、目立ってもいいと思う。まあ目立つしかいいんじゃないですか。清掃だから私何か分かんないもんね。日本の文化の清掃だから。それはいいと思う。ただ足元が下駄は厳しいと思います。多分一回も出たことないのサンダルで怒られるから、控えめに出て着替えていた、まあ、シャツ出してるだけで怒る人怒るからな本当に。それはい、続きまして、質問です。吉本興業だけで元自衛官把握してるだけ何人いますか？何それ分かんない。 NSC 卒業したての子とか多分いるから。だって俺らの同期で5、6人いたもんね。いた、めちゃくちゃいると思う。毎年1人2人は必ずいるでしょ。森尾さん、ああ、私何でしょう。普通科で小中小隊から見て銃迫撃法はどんな風に見てましたか？銃迫だともう中隊が違うからね。どういう目で見てたのって。どういう目、別に無視、無視とかじゃなくて。いや、無視してた。砲とか重たいのの清掃大変なんだろうなとは思ってましたけど、生活接触勤務対象近いんですよ。お、食堂とか風呂も全部近い。近いのな。勤務対象生活接触が結局つながってるわけですよ、重泊と一応は、はい、飯の時さ、そういう部隊1階とかの部隊の方がさ絶対前も並んでんだよね。そう、
だから牛乳がね、先に取られてたし、牛乳ってね、仮にそうそうない時あんの。そう、だからあの、まあ、あの美味しい、美味しいこういう瓶の牛乳が。あれ、紙破くやつの。飯って6時15分だっけ。そう。一応15分ぐらい。15分かな、舞台によるかも。6時点これ65分なんで、ね。はい。どんなに早く行っても一番最初に並ぶことはないよね。多分1中と18分も早いもん。早いの。うん。そういうのがありましたけど。1、2回の方が早いのよ。これはだから、その、私がいたところの話だから、全然関係ないですけど。前日の残りの牛乳がね、朝飯に出てたりするんだよ。そうするとね、牛乳あるあるあるって見えてんだけど、うん、ね、自分が行った時にないんですよ。たまにヨーグルトもないんですよね。そういう目で見てたっていう感じです。はい。近所に駐屯地があるのですが、怪しい人に追いかけられたり、災害の時駐屯地に助けを求めたり逃げ込むことは可能でしょうか。いいんじゃないですかね。大丈夫。だって書類上一般市民の方が困ってんのに、いや書類上ダメなんで入れられません、それは多分ないと思いますよ。例外として入れるしかないでしょ。どうなんだろうね。怪我してたりしてさ、助けてって言ったのさ、あ、まあ、怪我とか入れられません。いや、それは、いいと思いますよ、例外的に。熊以外はね。ね。熊以外は。いや、熊も最終的に入ったけどな。いや、じゃあ、あいつは別に入ってきちゃったからな。そうか。あいつは。全然気にせず入っちゃってください。声かけ。そうなると、なんか変な人も入ってきちゃうからさ。そうか、変な人はダメ。困ってたら。困ってる人ね。できれば、あの、差し入れ、経営に差し入れ、あの、微糖とか、できれば吉野家の牛丼とか。それ、もう、余裕あんだよ、そうそう。ね、余裕あるからダメ。で持ってたら外出証とかも困ってないからね。外出証とかもできればあれば。それはもういるやつだからね。はい。全然ダメ。余裕あるやつっていうの、物を持ってくると困ってるみたいな。余裕ある。と運搬食でこれは野外スイングで調理するのに最適だという思うメニューを教えてください。でも俺シチューがカレーも多かったな。やっぱ煮込んで一気に作るから。たまにだけど向いてるといえば、まあ、ビーストロガノフとか。凝ってるね。ポルチーニだけの、トマトクリームソース。そんな出た記憶ないな。うん、渡りガニ添えないよそんなの。何外行って食べなさい。外行ってトリュフソースとともにね。そんなの、はい、いや炒め系かなと、いう答えですね。高校1年生男子です。自分は高等工科学校に志望していましたが落ちてしまいました。まあでもね難しいんですよ、倍率がすごいんでね、うん、別の高校に入ったところ自分が自衛隊に入ろうとしていることを1年生みんな知っていてどういうこと。同級生か。女子が毎回自衛隊に入ったら教えてねと言ってきます。どうやったら自衛隊の話題を変えられますか。だって4月に入ったばかだもんね高校ね。3ヶ月ぐらい女子との話題を変えたいんだよ。あ、 なるほど。なのに入ったら教えてね自衛隊ってまだ言われるから、いやいやだからもう一回それは高校だから、そうブルック動くから黙れっつって。あ、ブルックね売ってるね高校の売店ね。売店ね。この子もしかしたらこんなに女子にさ自衛隊入ったら教えてねと言ってきますってさ、うん、なんか表になってるんじゃないですか。ねえねえ普通言われる。言われないよそんなこと。話しかけらんないもん。かけられないよ。あ、じゃあもういいんじゃないの。いいんじゃない。じゃあいいんじゃないですか。逆にその話題した方が女の子食いつくんじゃない。そうそうそう、ね、そう。じゃあ、いいんじゃねえ。話題いくらでも変えられるよ。あの、いやじゃあ入隊したらここのジョリジョリ触らしてやるよ。ジョリ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 触らしてやるよ。坊主にしたら触るあるありますよね、女の子ね。したらもうジョリジョリの話題になるね。ピストン管止めをバネピン落ちやすいんだよ。ピストン管止めをバネピン落ちやすい。何それ受ける、何それ受ける。銃の部品の話だ。何それ部品。米盛り放題なんですね。米盛り放題受ける、やばい。お前んちブッカンバあるか。ブッカンバ何。ブッカンバってブッカンバの受ける。全部受ける。入ったらの話しちゃったらいいんじゃないですか。入ったら教えてねって、なんか、卒業も、もう狙われてんの？卒業も仲良くしましょうっていうニュアンス入ってますからね。ね。そうです。まだあと2年半あるぞ、高校。じゃあ3等半乗してやるよって言ってください。はい、続きまして。自衛隊は風呂、飯、15分と聞いたのですが、本当でしょうか？立休じゃないですか。立休前立休じゃないですか。3分、5分なんて、なんかザラに聞くよね。鬼の一層教やな、北海道。あれ、教育隊によるよ。とにかく早いですよね。そのバーって全部石鹸でやって、うん、そのままくぐって終わるっていうさ、湯船にくぐってそのまま上がって終わるぐらいのレベルの、それぐらい時間ないっていう。俺、逆サイド行くの？シャシャシャって洗って、ドッポンって行って、逆サイドの、もう逆サイドか分かんないけど、入り口が分かんないけど、それぐらいのレベルだったっすよ。まあ大体、おおむねね、あの文化によるけど。はい、続きまして。74式戦車の後部に車両と車内との通話用の電話があります。それ以降の、新型には電話設置されていませんが、必要性がないの。だって今はもう、無線とかさ、連絡やり取りできるっていうのがありますんでね。指揮系統がもう繋がっちゃってるから、今もインターネット的な感じで、ね、簡単に言うと。今の戦車って。だから、昔ほどさ、こうアナログでこう掴んで電話ってやる必要がない。まあ当時もね、無線はあったでしょうけど。はい、はい、続きまして。幹部候補生はスマホいいでしょうか。陸位などはレンジャー試験受けられますか。今休憩中とか。今スマホ使えないとどうにもならないですよ、うん。
仕事外だったらいいですね。ああ、多分影外は全然問題ない。ね、カンブレンジャーっていうのがありますから。ありますよ。うん、別にあるから。ね、幹部の人も、ね、普通のレンジャー行く人いますからね。うんうんうん、あれは多分この中途地でやってるレンジャー教育のあれによるんじゃないですかね。そんなゴロゴロ来ないけどね。そうね。レンジャー教育に。私のところやってた人で、普通のレンジャーのところに幹部の人も蹴ってて、うんうん、でそこ卒業したら普通に幹部レンジャーとしてやってたはずなんで、うん、あのどうなんだろう、そのところのあれによるのかな、うんうん、でも少数でしょ、少数派。あ、それはね、一人だって、あの人その人だけだった。陸曹だもんね、ほとんどね。最近はレンジャーが。そうだね。ね、続きまして、通学途中に乗る地下鉄によく、森尾さんに激似の車掌さんが乗務しています。毎朝その人を見るたびに、森尾さんを思い出し、笑いそうになります。どうしたらいいでしょうか。おい、お前、バレてしまった。まさか、鉄道 YouTuber だったのか。ぷっぷー。本人でした。もう見せるしかないよ、森尾くんのスクショ。似てます、似てるんですよ、この人。似てるんですよ。都内だったら、都内だったらこっそり見に行くわ。どこだったら、どこか書いてみてください。どこの駅か。娘のいる駐屯地でよく炭水化物プラス炭水化物、ピラフとパスタとか、担々麺と白米がよく出るらしいんですが、お二人のいた駐屯地ありましたか。天下一品スタイルですよ。ラーメンと米、うんうん、あるある、うん、絶対うどんでようがそばでようが、うん、ラーメンでようが全部ご飯は炊いてますもん、うん、だから日本の文化やな、米なの。だって俺の時さ、チャーハンあったのよ。今日のメニューはチャーハンですって。だけどチャーハンはあのね、あのおかず出るコーナーから出るんよね、チャーハンその日はよ、うんうんうん、だけどね、米盛り放題は米コーナーにあるわけさ。だからチャーハン受け取るやん。その後にみんな米って、こんなチャーハン食って白米食うんだよ、みんな。いや、最近あの五穀米と白米選べんだ。あ、マジで、うん、いいなぁ。半々行くよね。行く。半分白米、ね、半分五穀米やると思う。だから下手したらもう五穀米おかずに白米食うから、ね。そりゃそう、そんなつわものもいるかもな、もしかして。ラーメンにご飯、ね、そうそうそう。あるある。全然変わんなかったと思うし、うん。自衛隊の一般総合生で試験を受ける予定です。ところで高卒で一般層で、入隊した場合、慣れる最大の階級はどこまで上に行けますか、うんうんうん、これよくね質問あって、前も答えましたけど、うん、伝説的には陸将法らしい。あ、そう、これがテレビ出てたね。あ、そう、あの水陸の隊長陸将だってね、西からびっくりした。あと徳川軍行ってない。あ、そうそう、あ、ごめんなさい、徳川軍。あ、すいません、トップだったか忘れたけど、水陸機動団の隊長じゃなくて、これでさ、うん、その方かも。その方はかに西からだってね、うん、びっくりしたもん。まあむずいよね、相当まれですよ。多分優秀とかじゃないで、化け物なんじゃない。だからホリプロスカウトキャラバンを本当、あの練習、歌の練習も、もう水着審査 もう全くなしで初めてやってみたら優勝したみたいな状態ですからね。そういうことですから。今のその陸将になった人は練習はしてるよ、うん、してるよ、してる。自衛隊にはダンプポーチっていうものが売店とかにありますが、あれって官品でも支給されてるんですか。いや、ないと思いますけどね。あの買ってます、みんな私物で。特に水陸機動団とか あっちの方、なるほど、普通に売ってますけど。ほうほう、結構いいやつ。制服を洗濯するとき、洗剤はどのメーカーが一番泥汚れが落ちましたか。制服は洗濯しないですね。しない、売店のところのクリーニング、はいはい、ね。防大生は正月やお盆など帰れますか。帰れます、これはね、普通の隊員さんと同じよ、連休で。息子が入隊して5年目で陸曹教育に受かったようですと。何か、プレゼントしたいのですが、必要なものって何かあるんでしょうか。陸教育ってことはもうあの沿ってるかな、だって洗剤の詰め替えぐらいじゃないですか。洗剤の詰め替え、ボディーソープの詰め替え、服とかなっちゃう、もうアクセサリー的なの。あとだっておめでとう祝っていいんじゃないですか。いいんじゃないですか、お言葉だけでいいんじゃないですかね。息子さんが好きなものでいいんじゃないですか。あ、そうですね、ね、うん。自走榴弾砲って大徳になるんですか。そうでございます、大徳です。うん、ね、運転するならね、キャタピラみたいだから、はい。陸自のブラックテープはよく見かけます。先日空自の小隊が全員8球式に緑色のテープを使用していました。空自はグリーンテープなんでしょうか。もうめったないぐらい少数あんのかな。ただ緑色って別にさ、舞台統制だからね、上の人がこの色でって言ったらこの色なんじゃないですかね。 あれでも今逆になんですけど、逆に64使ってる舞台ってあるんですか、うん、むしろ空自ほとんどね。あ、そうなんだ、へえ。だって北海道なんなら白いテープ、脱落防止、冬、冬でしょ、うん、だから統制で冬は、ね、うん、これもね、全然舞台によると思います、はい。現在高校3年生で自衛隊に入隊しようと思っています。入隊してから教育機関、歯の歯科矯正、歯科矯正って難しいですか。平日出れないから、うん、あんまりやんない方がいいよ。土日の外出でできることなら、うん、いいですけどね。トラブル起きたらさ、平日にさ、そうです、急に出てね、次の日やってもらってできないから。教育終わったらどうでしょうか。方がいいですよ、ね、自衛隊にはナイフを研ぐ訓練とかあるのでしょうか。ないですね。自衛隊免許取って早々ハマーに買ったら
ハマーを買ったらさすがにいろいろな意味でやばいですかね。すごいよ。アイコンの名前がビッグボスさんだからな。買いそうだぞ。やばいよね。やばいですね。やばくはないか。見たことない。見たことない。ハマーってそもそも中途地置いていいのかな。いや、駐屯地内の駐車場は多分無理だと。1車両分は無理だよね。で、ってことは2車両分じゃん、はい、あと僕の教育隊の時の隣の班の副班長は、うん、あのキッチンカーの中古を、うん、買って、うん、キッチンカーを自家用車にしてる人いました、うん、変わってる人、まあ、それは別にいいだから業者が出入りするみたいな。そんな大きいの？大きいキッチンカー。キッチンカーちょっと大きいキッチンカーなぜにそれっていうね。困ったらその先輩も野外スイングとして使えるかもしれない困ったらね、キッチンカーね、パーオープンっつってね。なんでそれを連れてくんだよ一緒に。体力はどの年齢階級までが必要でしょうか。年齢の高い隊員や召喚クラスの自衛隊員にも課せられる体力の基準みたいなのあるんですか。一応あるだけど、そんなに体壊しちゃあれですから若い隊員ほどないと思うんですけど、うん、化け物みたいなおじさんもいますからね。ね、走るのが好きな方もねいるし、めちゃめちゃ速い人いっぱいいますから ね。そんな基準ってはっきりはないと思うんですけどね。結構だってもう大きい上の方もいるから、僕の時の軍長そうだもん。結構大きい大きいもん、うん。空挺隊員が風に流されて降下地点から外れ演習場の外に落下した動画を見ましたが、その場合メガクルーザーで回収に来てくれるんですか、それとも徒歩で戻るの、どっちですか。いや距離によると思うんですけど、ちょっと外れたぐらいだったら別に自分でさっと戻ればいいけど、迎えに行くっていう感じ。なるほど。特に決まりはないはずですけど、うん、はい、続きまして、起床の時金縛りにあって動けない時はどうしたらいいですか周りに助けを求めたらいいですか俺ね、これ考えたことあるの、確かに。あ、 もしそうな、はいはいはい、なったことあるから、はい、学生時代に金縛り、うん、これが自衛隊入った後起きたらどうしようって思ったことある、うん、でもなかった。多分ね、金縛りになってもね、うん、起きると思いますね、あのラッパの。ああ。私もね、あるんですよ、金縛り、うん、だけど、その自衛隊のそのラッパの時とかはないですね。土日の残留の昼間寝ちゃってとかでなってたとかはなんかあった記憶あるかもしれないですけど、関係ないと思います、あのラッパ音は。金縛りに起きてこなかった人はちょっと見たことないなラッパなんてみんな動いてるのにふってかわいそうだね多分そういう状況にならないんじゃないかな、あのラッパ音ってやつさ、みんなこうやってバーって着替えてるんですよ、やってたらさ、ね、気づかずにやってるんでしょ、やばいな、怖いよね。俺一人揃ってねえぞって言ってさ、うん、仮に半月とか班長見に行ってさ、うん、そいつこうやってなさ、めっちゃ怖くない班長が見に来るまで固まってたら、うん、やばいな。まださ、いいけどさ、うん、遅れてった理由がさ、金縛りなんだよって言ったら、バカにしてることあるもんね。誰も信用しないよなだったらもう、あ、じゃあそうなったらもう誰か見に来るまで固まり続けるっていう方がしかないね。ま、しかない。それはマシ。そうだよね、その金縛り、途中で行って金縛りって受ければいいけど、滑ったらもう終わりよね、うん、終わり。溶けてても、うん、もう行こうよ、そのまま行こうよ、もし本当になったらね、うん、このまま誰か来るのそれはまずいね。これね、うちの兄貴がね、うん、テスト勉強してる時に、うん、こたつでもう一人の兄が寝てたそうなんですよ、はい、で、そしたらこたつで寝てる方の兄があのこたつにこう入ったまま金縛りになったんだって、目開いたまま目開いてこう金縛りになったんだって。怖っ。したらもう見えてんだって、あのテスト勉強してる、うん、もう片方の兄が、うん、そしたら動けない助けてくれって思ったんだって、うん、そしたらなんかこうテスト勉強してる兄がこう見たら、うん、見たんだって、うん、したら半目開きながらこうプルプルしてるから、うん、なんかお前何やってんだって頭バーンって叩いたんだって、うん、そしたら溶けたっつって、うん、やっぱこう物理的に叩かれると、そうでしょうね、溶けんな、怖えな。でもそんなパッと見そんなのやつ焦るよねしかも勉強中でしょ。はい、続きまして、演習でごくまれに迫撃砲の着弾予定地を飛び越えて演習場外に着弾してしまうことがありますが、あれは装薬の量を間違えたのが原因でしょうか。装薬間違えないといかないかも、まあ、そういうことしかないですよね。あと方向とかね、まあ、そうです、どれでもありえる、狙いが間違ったんでしょうね。こっちに撃つはずがさ、こっち向いたらさ、もう演習場のさ、もうすぐ行っちゃうよっていうパターンがあるし、ね、あっち広いけどみたいな、間違えたの。浅川駐屯地の話ですが、駐屯地の隣に感謝がありますが、大体どの駐屯地も基地の隣に感謝がありますか。ちょっと距離ありますよ、ある駐屯地によってはね。感謝、例外扱いですか。例外です、感謝は。感謝には幹部用とか一般隊員用とかあるのでしょうか。あります、うん、はい、ということで、皆さん質問ありがとうございました、ね、このまたね、質問ありましたら下のコメント欄にお願いいたします、うん、あの今回ね、採用されなかった方も、同じ質問に、ね、下によろしくお願いいたします。またね、質問、お答えさせていただきます。ありがとうございました。よいしょ。ツイッター、インスタやっております。どこにできるフォローお願いします。やってるんですって、インスタ。チャンネル登録してございます。お願いします。チャンネル登録もやってるんですって。ボセバリもしてあります。お願いします。細胞もやってるんですって。本日はこれまで。それじゃあまた。それじゃあまたもやってるんですって。
そのこなれた、やってるんですって、こなれた落語家みたいな。